さあ始まりました、 LE ピクチャーズです。今回はですね、4月期放送のですね、ブルーモーメントが30秒予告をですね公開したということで、早速ね、これについて話していきたいなと。空を読み命を救え。気象学の天才春原が率いる SDM 特別災害対策本部、各分野から集められたスペシャリストが知恵と知識を駆使し、気象災害から人命を守るべく命がけで奮闘しますというような文言がですね、公式 X にて綴られていますね。予告ね、見させていただいたんですけれども、めちゃくちゃね、もうただでさえね、このキャスト陣、そしてストーリー脚本の段階で期待感というのが募っていたんですけれども、この30秒予告ですね見てから、もうさらにね、ハードル、自分の中でのハードルがですね激上がりしました。まあそれくらいですね、もう結構な、もうこの時点で、良作という風に捉えてもいいんじゃないかってくらいの、まあ、出来栄えがあるんじゃないのかなっていうのは見てますね。で、まあ、こう映像のね、内容に言及する前にですね、この脚本というか、まあ、ストーリー構成ですよね。まずこのね、ジャンルとして、まあ、気象災害をからですね、人命を救うと守るっていう、まずこのテーマがですね、なかなか、類を見ないと言いますか、あんまり被らないですよね。医療ものとはまた違いますし、まあリーガルものともまた違いますし、まあ刑事ものとも違うということで、この気象災害っていうところがですね、かなりキーポイントになってますよね。今までこうなかったドラマ作品として見られる方っていうのもたくさんいらっしゃるのかなっていうところで、またこう一つですね、見るきっかけとなるポイントとなるんじゃないのかなっていうところはありますね。予告でね、結構散見されたのが、やっぱり壮大なロケーションっていうところですよね。こう雪山でのおそらく撮影がされたのかななんていうふうにも思うんですけれども、まあ、壮大な自然と、まあ、そこにね、立ち向かうこの人命救助の、まあ、人たちですよね。山下智久さん演じる春原がですね、どんな形でどのような方法で人命を救助をするのか、守っていくのかっていうところもですね、気になるところですし、やはりスペクタクルさですよね。まあ、スリリングな手に汗握る展開っていうのも、まあ盛り込まれてるんじゃないのかなと。なのであんまりこう中だるみしないようなこう物語構成で組まれてるんじゃないのかなっていうのも予想としてありますね。あとの注目どころとしては、やっぱヒューマンドラマですよね。人間と人間のこの対話からですね、生まれるこの感情、エモーショナルな対話っていうところが、まあ、お芝居でどれだけこう作り上げて見せてくれるのかっていうところにもですね、結構注目というか見たいポイントですよね。まあこう山下智久さんといえばですね、コードブルーというね、大ヒット作が挙げられると思うんですけれども、まあ、こちらのブルーモーメントもですね、それに次ぐ、それに負けないくらいのね、匹敵するほどの作品に昇華されているとしていくんじゃないのかなっていうのがありますし、まあ代表作の一つにね、数えられてほしいなっていうふうにも思いますね。予告で映っていたのは雪山でのこの災害、気象災害っていうところなんですけれども、かなりちょっとこう臨場感のあるようなカメラアングルであったりとかっていうのもね、入ってたので、まあそういったところからもですね、こう没入させてくれる、視聴体験っていうのを、まあ提供してくれるんじゃないのかなっていうところでですね、まあ、お芝居以外の部分もかなり、いろんなところ、細部までですね、ディティールまで、こだわりがあるですね、感じられるようなですね、ブルーモーメント、作品になってそうなので、そういった部分も皆さん着目しながらですね、視聴してみてはいかがでしょうか。4月の24日水曜日の夜10時スタート、ドラマブルーモーメント、皆様ぜひお見逃しなく。日々ドラマ映画情報を更新しております。チャンネル登録、高評価していただけると大変嬉しいです。最後までご視聴いただきありがとうございました。